集めてる漫画、昔はたくさん集めてた、今は集めてないなのにも。あ、そうなんや。ギャオ？メイクしてないよ。眉毛はね、ちょっと黒になっちゃったからマスカラしてるけど。唇ケア、俺ね、乾燥肌だから、すごいなんか、塗る。私には夢がある。塗る。今乾燥してるもん、お酒飲んでるから。ゲームやってる、ゲームやってる。あ、ネタ振りね。探してグッズ集めてよ。まだここにない出会い、リクルート。あつ森、あつ森やってない、あつ森やってない。お、リト、リト分かった。肌あんま荒れないかも。くぅ、来い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 な。行く前ね、俺1月の舞台でラップやってて、それでちょっとなんか、勉強しがって投げてて、そっから好きになっちゃった。高校生にしたこと、新高校生に。新高校生、おめでとう。アスマみたいにならないように、たくさん勉強してください。アスマ今、本当に高校生に戻りたいと心の底から思っております。いや、勉強ってね、楽しい。やっぱり、頭良くて損することないから。でもね、勉強だけできても世の中生きていけないからね。新高校生のみんな、勉強プラス社会勉強が必要だから、時事、社会だね、ニュース、今いろんなコロナの状況だったりとか、いろんな情勢が変わってんじゃん、このコロナで。だからそのなんかね、なんていうの、世の中をチェックした方がいい。それ二つできたらもう最強よ。頭良くてもそういうことできなかったら、社会のね、そのなんか人との付き合いだったりとか、人間関係が悪いと何にもうまくいかないから、本当につまんない人生になっちゃうから。俺は、なんか、そういう、バカだったけど、なんとか、人付き合いがうまい自分で言っちゃったけど、人付き合い得意なの。付き合いが良かったから、いろんな付き合い出会いもあって今ここまでやってこれてるけど、芸能界っていうところで。じゃないとね、でもこの二つがあったらもう最強よ。もう君の未来最強、もう最高ですよ。最高、信じて。いいな、春から高校生とか、羨ましい。はぁ、頑張ろう、みんな頑張ろうぜ。社会人のみんな頑張ろう。コロナが終わったら、いや俺も明日仕事だけど、みんなも仕事頑張って。Hello from Philippines. I from Japan. 勉強苦手だよ。 1, 2, 3, 4. いや、勉強し直せるのいいことだよ。
あれ聞こうっと。ん、ああ綺麗って言われるかも。結構ゴスライブ、じゃ曲を聴きたいな。え、違う、これじゃない。この明るさ俺1回だけど、前回をね俺3回やった2回やったんだよ、2回。それでね、今日も会えないから、目を閉じて次の朝までもこの夢のね、はい、いつでも君の笑顔に揺れて。あー、高っ、最高、いつも歌うね。ラルクのフラワー、ラルクのフラワーって曲好きやねんな。What time is it in Japan? 9:46. Da da da. もうすぐ飲み切るよ。明日までもんさま。飲み切りました。フラワー。でも飲み切りました。どうしようかな次、うん。シャンパンでも飲む？シャンパンポンポンポンする？ポンポン。ゆゆ、22時10分ぐらいかな。あれ、もう40、もうこんな時間、みんな早い、1時間経つの。いや、フラワーめっちゃいいよ、聞いてみて皆さん。酔ってないね、うん。グラスないんだよ。シャンパン。
配球たまに見てる、時間が合えば。いや、シャンパン後からいいや。キュンポンキュンポンあるよ、シャンパン。だから一人で飲めるようにちっちゃいサイズ。レモンサワーでいいや。レモンサワーいいね。うん。あー、今日炭酸美味しい。あー、そっか。俺全然、まあ、週1回は休みを作ってるけど、基本的に飲んでるかな。まあ、付き合いもあるし、あと家で一人で飲んじゃうかな。うん。酒好きなんだよね。まさか自分がこんなにお酒好きになるとは思わなかった。あんだけアルコール嫌いだったの。次は、ラスト。ラストどうしよう。ラスト。どうしようかな。どうしようかな。あ、もうそれでしょ。夢ならばどれほどよかったでしょう。今だにあなたのことを目に見る。忘れたものを取りに帰るのに、古びた思い出の誇りを どう花しかない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。レモンが好きです。レモンが好きすぎて明日の店を出したい。レモン様サンモン出したい。みんな来てくれる。バーで飲んでる。セリオイ。シノレモン。コメントを拾う基準なんだろう。俺が見たらかな、見て目に入ったらかな。なんで、ご機嫌だね。やっぱお酒好きだもん。帰れたよきよきって。
読んで読んでって読む読む。なんかね、お酒飲んでるとね、もういつも以上にマイペースになるから、自分で喋、なんかさ、 LINE とかでない？喋った、送った気になってない？既読ついちゃうじゃん。それでなんかさ、リナなんか見てさ、血を分けてください、俺のチール無駄も美味しいよって。じゃあこっからはコメント拾っていくよ。まあ飲みながらだけどね。あ、これ照明なの、照明光なの、俺全然変わんないの。ほら、いや野球の延期マジつまんない本当に。しょうがないけどね、プロ野球選手もかかっちゃってるからさ、藤波選手だったり阪神の選手、ドラゴンズの選手が危ないんだよね、ちょっと今。お、受験頑張って、大丈夫ゆのちゃんだったら。アスマはね、受験はやったことないけど、あ、高校受験やったか。みんなコメントありがとう、たくさん。スキンケア、まあ舞台やってるからメイクした時は拭き取りじゃなくて、基本的にちゃんと落として、クレンジングを落としてから洗顔して閉じて化粧水で、さらにもう基本的なことしかやってないです僕は、あんまり。うん、あとはストレス抱えないように生きてるかいって、うまっ、うまっ、レモンサワー、レモンあっちった。お、バイトお疲れ。え、メイクさんなの？え、いつかメイクして頑張りましょう。俺も頑張ります。日焼け今はまだ大丈夫かな、でもね、もう少ししたら結構俺は塗るよ、クリーム。うん、もちろん挨拶して。にゃーください、にゃーにゃーにゃー。俺奥舞台だからね、結構力強い目すると人絵っぽく見えるんだよね。お、リアライブやってくれてありがとう。マーボク、お、タイから、タイからありがとう。日焼け塗る、うん、塗る、塗るね、俺塗る。お酒飲んでるからな、声出えへんで、及川さんっぽいセリフなんて。でも酔ってないね多分、これがずっと続く感じ俺。うん、ねえみんな3分で終わっちゃう。皆さん、皆さんインスタライブ見てくれてありがとうございました。たまにこうやってインスタライブも、時間あるときに、やりたいと思います。皆さんいつもインスタをフォローしてくださってありがとうございます。この中に新規の方いらっしゃるのかな？インスタ、今たまたまこの動画を見て、いらっしゃるかな？ぜひ、フォローの方よろしくお願いします。お、トルコから、トルコから見てくれてありがとうございます。トルコからありがとう。神宮行くよ、今年もドラゴンズいい感じだから。ヤクルトにドラゴンズはコテンパにされてますけど、今年はこの傘をさせません。ドラゴンズが勝ちます。決して、他球団アンチではありません。野球、プロ野球が大好きです。その中でドラゴンズが一番好きっていうだけです。
新規です。絶対嘘やん。絶対嘘やん。はい、皆さん、ありがとうございました。まあ、お酒配信ね、ここしか多分配信できないから、ニコ生とかも17も。たまにこうやってみんなと飲みたくなったら配信するんで、ぜひ見てください。ありがとうございました。Thank you! シェイシェイ！ありがとう！じゃあ最後にみんな乾杯！イェイ！ありがとう！京丹さん、美味しかった美味しかった。では皆さん最後大きな拍手お願いします。ありがとうございました。拍手お願いします。ありがとうございました。拍手の方お願いします。グッナイグッナイグッナイ。まはるこかよ。Thank you! バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。お疲れ様でした。じゃあねー。ありがとう。バーイ。たまにはインスタライブもします。ありがとうございました。これからもインスタ楽しんでください。僕の見てぜひ、友達とかに共有してもらえたらすごい嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみ。